ったくあの小僧、もうちょいでサキュバス娘を捕まえて売り飛ばしてガッポガッポでシャンパンのプールをベッドにホストを敷布団にして合流できるところだったのにさ。エロイーズ様のそういう俗物なところ好きっすよ。まあそれ実行したらエロイーズ様ホスト歴史班として今頃檻の中っすけど。だから私は申し上げたのです、これは神の御心に反すると。モンスター娘といえど命も心もある存在、それを奴隷同然に売り払うなどと。ああ、もう分かったっちゅうの。飲む、飲んで忘れる。店員ちゃん、あわあわドリンクおかわりね。忘れてもらっては困る。その話聞かせてもらいたいのでな。ああ、誰あんた。失礼、私はシスイ、王国騎士団副騎士団長だ。エロイーズ様のそういう俗物が過ぎるところちょっとどうかと思うっす。何、お前たちが見たと話していたというその小僧の話を聞かせてもらいたくてな。ご主人君は私たちの大切な資産です。自由で開かれたエロスがこの島の未来を明るく照らすんです。異議あり。自由なエロスなんてただれた風紀を生むだけだ。徹底した社政管理こそがこの島に秩序をもたらすんだ。
ねえクロミ、もうやめなよ。争いは良くないよ。セレン、早く姫のために少年を持ってきてですの。役目でしょ。お前のためじゃねえ。我々決明としては完全な射精管理を要求するものであるが、この交渉が決裂するのは本意ではない。故に日に3回までの射精は自由とするべきであると譲歩する。3回は少ないです。せめて5、いえ10回は。めちゃくちゃ多いわん。3回でもいいけど、正規以外での射精は脳幹で。いや、スライム状の体でその条件は反則ですの。どこがどこだかわからない状態になれるじゃありませんの。そもそも寸止めを繰り返せば回数とか関係なくなるんじゃ。お前らこっちの情報をいいことに好き放題言うな。決裂だ決裂。どうしたの、ご主人くん。ぼーっとして。なんで距離を取るの。それに、ご主人くん。顔が赤いよ。話ですね。サキュバス娘はエッチな会話の匂いに敏感ですからね。何の話ですか。授乳エッチの話ですか。
前回の会議の終わり際の議題は何でしたですの？会議のお茶受けが甘いものばかりで不満なので、たまにはしょっぱいものを出してほしいだったような。まあ私はそのうちご主人君のせいで酸っぱいものが食べたくなると思うんですけどね。妊婦か。でご主人はどんなお茶受けがいいんだ？甘いものかしょっぱいものか酸っぱいものか、それとも。男子はしょっぱいもん好きだよな。うんうん。またそんな広報理解者面を。はい、ご主人くん、しょっぱい煮こごりだよ。っていうか、リン、お前それ今どこから出した？乙女の秘密だよ。スライム娘は体中のどこからでもゼリー状のものが出せると言われていますからね。いや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 、でも何かスカートっぽいベロベロしたものの中に手を突っ込んで出しただろ、それ。もうやめてやるわ。食べちゃったご主人が泣きそうだわ。お、おう。つーか、どうでもいいんだよ、茶菓子の話なんか。それより、どっちのおっぱいがご主人をモノにするかってことなんだよ。比べる周囲の対象が不真面目すぎてコメントがしづらいですね。ええ、ちょっと待って、一旦待って。ご主人君から見て私ってどう思われてるの？ちょっと待て、今なんつった？
違う違う、もっと前。違う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 、私はケンタウロス娘じゃない。時代を、すずちゃんは見た目ほぼケンタウロス娘ですけど、実はペガサス娘なんです。小さい翼があるかないかぐらいで見分けがつかない人も多いんですよね。スズちゃん的にはケンタウロスは可愛くない、ペガサスは可愛いということなので、ケンタウロス娘と間違われるとこの世を終わらせるぐらいの勢いでひれ散らかすんですよ。気に入ってほしいとか、ご主人くん意外とエッチですね。ほーれご主人、さっさと謝っといた方がいいよ。ごめんなサンタウロスって。セレンちゃんは昔スズちゃんにジェネリックケンタ、かわいいのよペガサス娘は。ちょろいですわ。ちょろいわ。お前、むちゃくちゃこの世界の触れてはいけない謎に手を突っ込んでくるな。ところで話が著しく逸脱していますね。そうそう、ご主人といかにして合法的にイチャイチャネチャネチャする顔だな。もう、見されないからってがっつきすぎなんですよ。もうちょっとエロスに余裕を持たないと。なんだとこんちくしょう、こうなったら戦争だ。あとお前に言われたくねえ。
やるならやる